フリードリヒ三世、フリードリヒ三世,世、フリードリヒ3、1415年9月21日から1493年8月19日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、1452年から1493年、ローマ王在位、1440年から1493年、オーストリア皇、後オーストリア大皇。ローマ王としてはフリードリヒ四世、 オーストリア公及び大公としては、フリードリヒ五世。ハプスブルク家では神聖ローマ帝国の君主位についた五人目の人物で皇帝大官を遂げた最初の人物である。オーストリア公、エルンツとテツ公とチンバルカマジョビエツカの間にインスブルックで生まれた。またいとこのローマ王アルブレヒト二世の旧死後に大いに、月、フリードリヒ三世以降は、 ハプスブルク家が皇帝位を世襲していくことになる。最初はケルンテンなどわずか三周の貧しい領主であり、決断力に欠けて臆病出が弱く、常に借金で追われていた。フス戦争で混乱に陥ったボーヘミアをオスマン帝国から防衛する任をオーストリア公に託すという理由のほか、子安い人物というのが先帝公から皇帝に選ばれた理由であった。数多くの別称を身にまとい。 死後は、神聖ローマ帝国の大愚ズというあだ名を送られた。まともにぶつかれば、刃の立たない強敵が大勢立ちはだかったが、辛抱強く敵が去るのを待ち、先帝公の予想に反して53年もの、間帝位を占有し続け、ハプスブルク家の帝位世襲を成し遂げた。フリードリヒ三世は一見、凡庸な君主であったが、敵対者はことごとく都合よく死亡し、 長生きと悪運の強さで、自発的には何もしないままハップスブルク家の繁栄の基礎を築き上げた。これには暗殺説がつきまとうほどである。フリードリヒ三世の好きな言葉は、AEIOU で、あらゆるものに、これを放り込んでいた。これは、アレス・アードリック・イスト・オストライヒン・タートン、オーストリアは、全世界の支配者なりの略とことれる。ただし、異説もある。 フリードリヒ三世は、ローマ王、ドイツ王アルブレヒト一世のヤシャ語であったが、元来ハプスブルク家でも、冒系のレオポルト系の生まれであった。1424年に、父、エルンスト・テツコーが死去したため、幼くして、弟アルブレヒト六世を、共同統治者として、うちオーストリアの所領を相続した、オーストリア公としては、フリードリヒ五世。ローマ皇帝ジギスムントの死によって、 ルクセンブルク家が断絶した後、次のローマ王に選出されたのは、ジギスムントの娘婿アルブレヒト二世だった。アルブレヒト二世は、ハプスブルク家の宗家、アルブレヒト系の当主で、フリードリヒのまたいとこに当たった。アルブレヒトはこの時、ジギスムントの有していたハンガリーとボヘミアの王位も、得ている。しかし1439年、在位一年余りで皇帝としての戴冠式も、 果たせないまま、アルブレヒト二世は、タイオスマン帝国戦に出陣中、ハンガリーので、セキリによって休止した。アルブレヒト二世の男子は、父親の死の翌年に生まれたラディスラウス、ポストムスしかいなかった。フリードリヒは、ラディスラウスの後見人に選ばれる一方、自身がローマ王に選出された。オスマン帝国の勢力が、なおも迫っており、フリードリヒにはアルブレヒトに代わって、 オスマン帝国への防波堤となることが期待されていた。しかしこの時点でフリードリヒは、うちオーストリアにおいては、弟アルブレヒト6世を共同統治者としており、また、ハプスブルク家領全体で見れば、アルブレヒト2世の医療は、ラディスラウスに属し、チロルは、重低ジイクムントが有するといった具合で、十分な視力が伴っていなかった。 1457年には、ラディスラウスが17歳で溶接し、ボヘミアとハンガリーの王位は、一旦ハプスブルク家から離れるが、オーストリアの移動は、フリードリヒ三世のものとなった。1452年、フリードリヒ三世は、正式に退官すると同時に、ポルトガル王ードアルテ1世の娘レオノーレ、レオノールと結婚するため、一族のアルブレヒト6世やラディスラウスらを伴って、 ローマ向かった。エレオノールとは、シエーナで落ち合い、ローマで、戴冠式と結婚式を同時に取り行った。また、先生術に深くハマり、イタリアで授けられた子供は、悪魔の申し子であると信じて、妻に手を触れなかったとも言うが、1459年3月22日待望の、男子、後のマクシミリアン一世が生まれた。なお、マクシミリアン一世以後は、 ローマへ行かないままでも皇帝を称するようになり、ローマで退官した皇帝は、フリードリヒ三世が最後となった。1453年5月29日、メフメト二世へ率いるオスマン帝国軍によって、コンスタンティノープルは陥落し、東ローマ帝国は滅んだ。このニュースは、ヨーロッパを駆け巡り、人々を震撼させたが、フリードリヒ三世は関心を示さなかった。 弟アルブレヒトの世大公は、凡庸な兄を前にして、野心を燃やし、1463年に、ウィーンの不穏分子を煽り、暴動を起こさせ、エレノオーレとマクシミリアンを遊兵した。皇帝は10日後に、ウィーンに駆けつけたが、城内に入れないまま追い払われた。屈辱的な内容の講話を、アルブレヒトと取り交わした後、フリードリヒはようやくウィーンへの入城を果たしたが、 火星をしくアルプレヒトが暗殺されたことにより、ウィーン市民と和解した。存亡の木にある、ハンガリー貴族は、フリードリヒ三世を見限り、オスマン帝国から恐れられていたフニャディアーノ種を実質的な王に選出していたが、ヤーノ種のコマーチャーュは1458年、正式にハンガリー王に選出されると、ワラキア、セルビアなど次々に領土を拡張し、 1479年には、オロモーツの和役によって、オーストリア大公の小さを奪った。1483年には、オーストリアの半分を支配し、1485年以降、ウィーンも占領され、フリードリヒ三世は、リンツへ宮廷を移した。フリードリヒ三世は娘、国軍でを、オスマン帝国のスルタンに差し出してこの危機を切り抜けよう、などと考えていたという。 しかしマーチャー氏は1490年に子を残さぬまま死亡し、フリードリヒ三世はサンタビウィーンに戻って、オーストリアの支配権を奪還することができた。同じ1490年には、重帝のジークムンと大公が領主権をマクシミリアンに、上都市ハプスブルク家の領地は、フリードリヒ・マクシミリアン親子の下に統合された。フリードリヒ三世は、知性の最後に、 当時栄えたブルゴーニュ公国を手に入れる。当時のブルゴーニュ公は、皇后、エレオノーレのいとこである、シャルル豪ン公、突進公で、相続人は、一人娘、マリーしかいなかった。このためヨーロッパ中の王公が、ブルゴーニュ公国を相続するマリーとの婚姻を望んだ。特に対立関係にあったフランス王類十一世は、王太子、シャルル、 後のシャルル八世との結婚を必要に望んでいた。しかし、ブルゴーニュ公は皇帝フリードリヒ三世の子マクシメリアン大公との結婚に興味を示していた。1473年9月13日に両者はトリーヤで会見し、高坦公はブルゴーニュの支配者としての自分へのローマ王位の授与などを要求したが、ローマ王の選定権は選定公が有していたこともあり、 フリードリヒ三世は名言を避けた。フランス王の反対や帝国諸公がゴータン公の公戦的な性格を恐れていたという背景もあり、結局11月24日の夜半に皇帝一皇は闇に紛れて立ち去った。豪を煮やした、ゴータン公は帝国に侵攻したが皇帝軍に撃退され、スイス人にも二度にわたり敗戦した。ゴータン皇は通りの会見で、 マクシミリアン一世を気に入っていたこともあり、何の条件もなくマナ娘、マリーの縁談を承諾した。さらに、ゴータン公は1477年1月5日に、ナンシーの戦いで戦死し、43歳で生涯を閉じた。ゴータン公の死後、マクシミリアンとマリーは結婚し、ゴータン公の医療の内ネーデルラントや、フランシュコンテは二人のものになったが、 ブルゴーニュ公の本領のほとんどはフランスに併合された。その後、1488年に、ブルターニュ公フランソワは世が一人娘、アンヌを残して死没した時も、同じような状況になった。アンヌも、すでに、マリーと死別していたマクシミリアンと婚約したが、フランス王シャルル八世は、武力で彼女を奪った。この事件が元で、フランス王家とハプスブルク家の関係は、 急速に悪化してゆく。しかし、ブルゴーニュ家との婚姻は、その後のハプスブルク家の結婚政策、戦争は他家に任せておけ。幸いなオーストリアよ、何時は結婚せよの第一歩となった。1493年、フリードリヒ3世は77歳の高齢で、リンツにおいて死去した。デドルフ四世、建設校の大特許状を帝国法に組み込んだのは、 このフリードリヒ賛成で、イゴハプスブルク家は非常に大きな権利を得た。大特許上には、オーストリアは皇帝が介入できない永遠の報道であり、オーストリア大公は皇帝の助言者で、彼の知らないところでは、いかなる決定も下せない。オーストリアは、あらゆる帝国税が免除されるが、帝国は、オーストリアの安全を守る義務がある。 オーストリアは義務で帝国に属しているのではなく、帝国に頼まれて帝国の真になっている。などとあり、ハプスブルク家が以後定位を独占する一つの要因となるものであった。建設校の詐称に始まる大公の称号も帝国法によって正式のものとなった。1442年、フリードリヒ3世はフランクフルト帝国議会で特別裁判所改革の 法律を発布するが、この時の法律第17条冒頭に、神聖ローマ帝国と、ドイツ国民といった表現が登場する。ここから次第に、神聖ローマ帝国という国語に、ドイツ国民という言葉が付加されるようになり、このことはつまり、その帝国の支配領域がドイツ語圏に限られて、来たということを追認せざるを得なくなったわけで、1486年に、 使用されたドイツ国民の神聖ローマ帝国は少なくともこの意味だった。歴代の皇帝が夢見てきた西ヨーロッパ全体の支配という目的を公式に放棄するとともに大言を戒めるためとも言える。皇后エレオノーレとの間には三男二女を設けた。うち成人したのは二人である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。